パソコンとか好きで触ってたんですけど、そういうのを勉強してみたいなっていうのもあって、もうオープンキャンパスで行ったんですけど、その時に先生方と直接話したりとか、先輩と話した時に、ここの大学が一番先生がこう親しみやすく自分に近い視点で話しかけてくれて、すごくそこがいいと思いました。うちの学科は、知能情報システム学科という学科なんですけれども、コンピューターのソフトウェアとハードウェアの基礎から応用まで勉強するところです。カリキュラム上ではたくさん実験演習の授業がもう1年次から配置していることが一番大きな特徴だと思うんです。失敗して失敗から勉強して進歩する。そもそも研究っていうのは未知のことをやるので成功するとは限らないんで、これダメだっていうこと分かったことでもそれが大きな進歩だと思います。大学に入ることに不安に思ってる人がいると思うんですよ。ついていけないんじゃないかなっていう、そこの面に関して特にうちの大学はすごいいいと思ってて、演習とかの時に先生だけじゃなくて上のすごい優秀な先輩たちがすぐ困ったら来てもらえるような状況で演習ができたりとか、先生は授業なかったら手伝ってくれますし、解決できるように導いてもらえるのですごいいいと思います。コンピューターこの分野もう本当に社会の基盤になっているんですね。最も最近では人工知能とか発展が早くて勉強するのは大変ですけれども、学生の方々には自信を持って挑戦していただきたいと思っています。Be the one、1であれ、1になれ。